紹介させていただくのは老子道徳経。こちらの本はロシアの文豪トルストイが監修した老子の意になるべくなんか沿ったようなものだ、はい、みたいなものだと理解しております、うん、それをトルストイが監修したものをチェーホフを主に翻訳する方が訳されたものの老子道徳経、はい、うん、こちらとドリアン助川さん、うん、まあ、詩人ですね、はい、がバカボンのパパと読む老子というものを書いておるんですけど、うん、まあ、こちら2冊の、うん、今日はですね老子の第1節第3章を取り上げて、はい、平安に行きたいんですよ、はい、多分これはエビデンスがなくても隊長もそう思われますよね。エビデンスとかっていう問題じゃないですよねエビデンスの意味がわからない、使い方がわかりません。証拠じゃないですか。証拠ですね、はいはいはい、証拠気持ちの問題は証拠じゃない。人間はみんな平安を求めているはずだ。これはエビデンスがありますか。それはないですよ。ないけど隊長も多分そう思われてますよね。僕がそう思うっていう話であればそう思う、はい、し僕、うん、人間ってみんなそう思ってんじゃないの。これはどうですか。それはエビデンスはない。エビデンスって調べたんですかって話じゃないですか。僕の感想です、はい、それエビデンスではないじゃないですか。ないですね、はい、でも、まあ、そうみんな思ってるんだろうなと思ってます、うん、っていう時に老子がいいよなんていうのを山田玲司先生とかがおっしゃるので学んでおりますと、はい、うん、ではまずこちら老子道徳経からこれ、うん、私がその脳みそで理解する時に、はい、動画っぽくして理解する人間なんです、うん、はい、それに適したものでございます、はいはい、第一節第三章ですね。人民の間で喧嘩が起こらないためには賢者たちを敬わないことが必要である。人々を盗賊にしないためには入手困難な貴重な品々に何ら価値を持たせてはならない。なぜならば心惑わされるような品々を人々が所有しなければ人々はそれに断じてたぶらかされない。であればこそ聖人が国を治めるとき聖人の心は空虚だが彼の体は充実している。彼は願望を弱め自分の骨格を強くする。彼は人民が無知と無欲のままでいるように努める。彼はまた賢者たちがあえて何事もやらないように努める。すべての人々が無為の人になるときには全き平安が地上にもたらされるであろう。はい、どうですかこの清らかさ。どうまあそうだと思いますよ。はい、僕はこれを読んで、うんうん、日本って孔子の思想が結構強くて、うんうん、礼儀とか、うん、仁とか、うん、年上は敬うべきみたいな、うんうんうん、教えが浸透してるんですけど、うん、まあ、これは国を治めるのに多分都合がいいからだったんだろうなとは思うんですね、うんうんうん、っていうところで育ってきたので、うん、賢者たちを敬わないことが必要であるっていうのを見たときにですね、うん、あ、この敬うっていうこの上下とか、うん、この2つに分かれるみたいなのは、うん、あ、確かにこの対立とか、うん、そういう元だなっていうのはこれでああなるほどっていうのは思ったんですね、うんうん、とかそのどこかの名前がついたね、うん、ピンクイカ版がね、うん、300万とかするじゃないですか今、はいはいはい、でなんかそのあるリクルート活動しているときにですね、はい、リセール業界、はい、何かを買って、うん、それをちょっと上乗せしてもう一回中古品として売るみたいな、うん、それが今とても盛り上がってるというか結構大きな産業になっていて、はい、SDGs 的にもみたいなのをやってるんですけど、はい、その競りの YouTube を見たときに、うん、なんかちょっと浅ましいと思ってしまったんですね、うん、まあ、入りなんかそこに入ろうと思ったので、うん、そこでちょっといろいろ勉強しとこうと思って見てるとですね、うん、なんか何百万何百万何百万ってみんなが、うん、そのこんなちっちゃいカバンに何が入るんだろうぐらいの値をつけていてですね、うん、なんと浅ましいと、うん、でもそれをなんか、きらびやかな方々がつけてですね、うんうん、黄緑色のスポーツカーとかに、うん、2人しか乗れない、うん、なんだろうこれはって、うん、でもそこになんか憧れる僕もいたりする。憧れるというか、うん、あっち側かの騎士ですね、彼岸に行きたい僕もいるんですね、はい、
で、なんかそのこれを読んだ時にですね、裂かれる思い、どこにどう行動すればいいんだろう、なんて思ったりしましたが、まあ、これってでもあれですよね、すごい人、すごい人というのは、すごい人、世の中のすごいと言われてる人をすごいっていう人がいるからいけないんだ、はい、おなるほど、このすごいもの、すごいと言われてるものをすごいっていう人がいるからいけないんだ、うん、うん、おっしゃる通りですよ、うんうん、でそういうふうに敬うって多分そういう意味も含まれてる、はい、うん、から優秀な人を優秀だよねって言っちゃいけないんですよ多分うん、これはね、うん、そう、うん、老子が苦しいのはこの辺なんですよ、うんうん、要は今のこの現世、うん、皆さんが生きているこの世の中で、うん、なるべく平安に生きていこうと、うん、しようとすると、うん、原資、資料、なんていうんでしょう、このマニーが必要なんですよ、必要と言われてるんですよ、必要なんです、必要な社会なんですよ多分、必要、そうですよね、うん、あ、これは合ってますよね、必要ですよね、まあ、お金は必要な社会じゃない、生きていけない、はいはい、でそうするとって話じゃない、そこで価値が生まれてきて、はい、争いが生まれるみたいな、この会社とかでも、はい、敬うっていうなんか上の人を見るような感じで言ってるけど、はい、まあ、そうじゃなくて優秀な人材とか言うじゃないですか、そうですね、そう、はい、そうするとそこで競争が始まるわけですよ、うん、優秀な人材を求めるから優秀じゃないと就職できないみたいな、はい、ってなるとそこでこう争いが始まるみたいな、はい、うん、で優秀じゃなくてもだから賢者、これ全部いくと、まあ、賢者が社長だったら優秀とか優秀じゃないとか関係なくて、はい、もう雇うみたいな話ですよねあ、これはね、だからね、うんうん、多分、うん、この日本で純粋な右と左、うん、はい、要は本当の右と左っていうのは、うん、両方とも愛国者なんですね、はい、両方とも国を愛する人、うんうん、でおそらく左の人が主張してるのは、うん、多分こういうことかなと思うんですよ、あ、左もでもそういうのを尊いって言ってるわけですから、あ、要は今のこのなんて言うんでしょう、尊いって言っちゃいけないんですよ、あおだからこう無知になれって言ってるんですよ、これが正しいだろうっていう時点でその争いがもう始まってるって話なんですよ、うん、だからみんな無知になれ、もうお腹いっぱいなら満足でしょっていう世の中になれば争いは全てなくなるよねって、そうすると生きてる僕はね、うん、やばいやばいと、うん、この国がみんな無知になってしまったら、うん、無知の反対って、まあ、誘致って言うとすると、はい、誘致の国に侵されてしまうじゃんが出てくる、だから世界中ですよ、ね、人類、賢者もだから賢者も別に欲しない、はい、掴まない、はい、みたいな、はい、ことを、まあ、老子が言ってるって話ですよね、ちょっと今頭がいっぱいいっぱいになってきたので、うん、はい、そこで、うん、ではドリアン助川さんの、うんうん、バカボンのパパと読む老子、はい、バカボンがこの今読んだもののタイトルに、はい、うん、タイトルをつけてるんですけど、はい、うすらバカでお腹がいっぱいなのだ、うん、まあ、今言ったような今言ったようなこの黄緑色のスポーツカーに乗り、うんうん、横からなんかピンクちっちゃいバッグ、うん、300万のバッグを持って降りてくるような、うん、でそれ を見て僕はなんか、あ、バカボンはこれあれを見てうすらバカでお腹がいっぱいなのだって言ってるんだなって思ったんですよ、多分違いますよ、なるほど、どうぞ隊長の意見をどうぞ、そこに価値があるって評価する人、はい、すごい、あんなスポーツカー乗ってすごいとか、うん、あのバッグ何百万じゃないっていう人がいるからそうやって持つ人が生まれるわけですよ、それが欲しいと思う人が生まれる、うん、だけど全ての人が何にもスポーツすっごい何千万とするスポーツカーに乗ってても、はい、誰も見向きもしなかったらおそらくスポーツカー乗ろうなって人はいないみたいなあのね、僕はどうしてもね、うん、やっぱりこの、うん、もうダメって分かってますよ、うん、嫉妬とかね、うん、比較三原則ですよ、はいはい、他人と比べちゃダメと思ってるんですけど、うんうん、もう象徴じゃないですか、ああいうのって、うん、持ってますの象徴じゃないですか、うん、でそこに価値があるから羨ましいわけですよね、そこにそもそも価値がなければ無価値、はい、そうで僕あれが欲しいかってやると別に欲しくないんですよ、そう、はい、でその人たちもなんか多分そういうもんじゃないですか、おそらくそうですよね、自分はこんなスポーツカーに乗ってるみたいな、別にアピールですよね、役に立たないじゃないですか、うん、なんかファミリーカーの方が多分便利ですよ、基本あの愛の段差超えられないですからねコンビニに入る時の、うん、っていうで、ここでドリアン助川さんの役だと、うん、
賢いものを尊ぶことをやめるなら、うん、人々は争わなくなるだろう、うん、手に入りにくい品を尊ぶことをやめるなら、うん、盗っ人はいなくなるだろう、うん、欲望を煽るものを見ないようにすれば、うん、人々の心は乱されないであろう、うん、それゆえに聖人の統治は人々の心を虚しくすることによってその腹を満たせてやり、その志を弱めることで骨を強固にしてやる。いつも人々を無知無欲にさせ、知識を持つ者にはあえて行動させないようにする、うん、他をに沿って無為をなせば統治できないことはないのだ、うん、だから全ての人がお腹いっぱいであればもう満足であれば、はい、争いは起きないよねって。そうでね、あれが欲しいとかって思うから、はい、そこに向かって競争が起きる、はい、みたいなことじゃないですか。だとするとなんか、うん、やっぱり僕はポコって浮かんでくるのが、うん、どうやってじゃあ生きるっていうのがポコって出て、うん、だから賢者が作るんですよってロシア言ってるんですよ。何も所有しないでしたっけ、何でしたっけ。聖人が国を治めるとき、うんうん、聖人の心は空虚だが、うん、彼の体は充実している、うん、彼は願望を弱め自分の骨格を強くする、うん、彼は人民が無知と無欲のままでいるように努める、うん、彼はまた賢者たちがあえて何事もやらないように努める、うん、だから賢者たちもスポーツカー乗ったりしないって話ですよ。ってことは、ね、お腹いっぱいだったら十分って賢者たちが言ってるんですよ、はい、だとすると僕はやっぱり、うんうん、今のこの何て言うんでしょう、うん、政治している人たちはおかしくないっていうのは、はいはい、労使的にはだからおかしいんですよ。全然おかしいんですよ、うん、この辺この辺だ。政治家がみんなこういうふうに国民全員お腹いっぱいになれば十分っていう政治をすればじゃあで、うん、率先してほしいんですよ、うんうん、っていう話だとは思いますよね。で流れてくるニュースは、うん、なんか息子をチームに入れてですね、うん、あのよロンドンに行ってですね、うん、外遊ですよ、うん、外で遊ぶと書いて外遊ですよ、はい、どう思いますっていう、うん、